はい、よいしょ。さあというわけでね、始まったわけだけども、皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。いやもうお願いします。一人テンションがおかしいやつがいるね。はい、みんなこんばんは、よろしくお願いするよ。というわけでね、今日は銀玉キャラ15人でね、アモンガースをねやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。誰なんだよ。一人、誰かも3人いるだろう今の。いたら、うん、あ、みんないらっしゃいね。じゃあまず自己紹介を軽く、自己紹介と一言やっていこうかね。いいかね。はい、いいかね。じゃあまずは、銀玉の主人公よろずやの一味からいこうか。はい、じゃあまず銀時から。おんちゃん、今日は全員ぶち殺すぜ。おかしいな。森久保さんいるじゃねえかよ、だから。はい、そういうわけで全員ぶち殺します。よろしくお願いします。ひどいねもう。はい、じゃあ皆さん拍手。はい、あ、じゃあ次いくよ。はい、じゃあ次、じゃあメガネ、あんたの自己紹介。はい、今日もバンバン突っ込ませてもらいます。よろしくお願いします。よろしくね。殺すんじゃなくて突っ込み入れるんだね、あんた。まあまあまあ、ちゃんと突っ込める。仕事しなきゃ。はい、みんなよろしく。はい、こんばんはってことでしょね、リスナーさんもいらっしゃいます。じゃあ次、チャイナ娘、あんただよ。今日はカブト狩りの気分でカブト取っていきたいと思います。よろしくお願いします。カブト狩りしないで、かぐらちゃん。カブト狩りじゃ。夏だもんな。うん、夏だね。夏至だからな。はい、じゃあ次行くよ。はい、じゃあ次新選組行こうか。じゃあゴリラ。はい、今日はおたえさんを公然と追いかけ回していいということなので頑張ります。よろしくお願いします。一番最初に殺していいですよ。いや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 。いや、俺がおたえさん守りますよ、ほら。あ、何お前。はぁ、いや、ちょっと、こ、怖っ。お前、ちょっとこっち来んな。誰、今の。怖い、怖い。はい。怖い。じゃあ、そんな、公然的に犯罪者がいるような、そんな、ねえ、そこの副長の土方行こうか。うん。今日は一人残らず締めていくで。よろしくな。まずはこの近藤さんを締めてほしいもんだね。そうだな。いや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 、身内身内。なんであんた裸なんだ。いやー、ほらほら、カブト狩りの時だからこれ。はい、三つだね。じゃあ次、そんなじゃあね、一番隊長の沖田行こうか。天守先生、僕たち、私たちは正々堂々土方を殺します。よろしくお願いします。なんでだ。いやー、もういきなり宣言されちまったね。じゃあどういうことだ、そこ。いいね。止まりません。いいね、いいね、じゃないよ。はい、じゃあ次見回り組行こうか。じゃあ次見回り組のね、局長の伊三郎さん、じゃあ行こうかね。やれやれ、やはり新選組には任せておけませんね。ね、信芽さん。ええ、そうね。失礼、自己紹介が遅れました。私、見回り組局長の佐々木伊三郎です。エリートは何をしても許される。エリートだから。完全に殺す気だよ、この人。はい、ありがとう、よろしくね。はい、じゃあ次、そんな今井信芽の自己紹介いこうかね。今日はみんなのことを大好きなドーナツと思って食べ殺しに行きます。危ない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 。ちなみにのぶ、あんたの頭の上に乗ってるのなんだい、これは。これは新作のポンデリングよ。そうです。いや、ちょっと3つ重ねるとちょっと危ないんだよな。こんなお前、寝ちゃっとしてたか。いや、やだね。はい、みんなよろしく。じゃあ次、じゃあ次、じゃあズラ行こうか。ズラ、自己紹介お願いするよ。ズラじゃないか、ズラだ。素晴らしい提案をしよう。お前も上位獅子にならないか。今日はインポスターというアマントを一人残らず天柱していきたいと思う。頼んだ。気持ち悪い連れは何ですか。これは
持ち悪くないエリザベス。少々原作と原作とかけ離れているが、まあ思わしようということでな。これがエリザベス。隠すなお前ら。怖いねこのエリザベス。はい。ダメです。はい、よろしく。じゃあ次うるさい人行こうか。いや誰がうるさい人。一人だけ紹介おかしい。坂本辰馬。吐くんじゃないよあんた、ここ船だからって。息の仕方があるんだよ。炭治郎来たよ炭治郎。あれあれ。あれ。今日そういうコラボか。あれおかしいね。ということでね、はい、坂本辰馬だよ、みんなよろしくで、ね。はい、みんな拍手。はい。じゃあ次じゃあ今回近藤さんに命を狙われているおたえちゃん行こうか。はい、歌舞伎町の女王志村たえです。皆さんお腹が空いたら今日は卵焼き持ってきてますからね。結構です。食べてください。ありがとうございます。ありがとうございます。全員でありがとうございます。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 これが地球のダークマターというやつか。ダークマターっていうのやめな。はい、よろしくね。手形さんが全部組んで。マヨがあればまだいけるか。はい。いけんのあれ。いけんのかね、あれ。ノブタスの頭の上乗ってるよ、卵焼き。これはもう無理ですね。はい、じゃあ、はい、じゃあ次行こうか。はい、じゃあ次ね、そんな、キューちゃん行こうか。今日は、タイミングが合えば合法的にタイちゃんを食べれるということで。どういうこと？楽しみにしてます。タイミングが合えばちょっと食べれるかなと思ってるんで。えらく物騒なユリの花が咲きそう。怖いね。そこの黄色入らないでもらっていいですか。そうはさせんぞ。やめてもらっていいですか。全力で阻止してやる。はい、よく汚いね。はい、ゴリラ持ってきます。はい、おらーよろしくね。どうぞどうぞ、キューちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ次、じゃあマダオ行こうか。はい、全員殺してもうネタもパクリもない世界にしようと思います。これが俺のネオンジェネシス。はい、世界の果てまで。よろしくお願いします。世界の果てまで。いってきゅー、やらすな。おー素晴らしい。いや、おーじゃねーの。素晴らしい。おーおーしましたね。素晴らしい。これがやっぱこれがないとね、パクリというやつかな。そうそうそう、これこそパロディ。はい、じゃあ次行こうか。本当によくねえなこれ。じゃあそんな地持ち侍行こうか。よ、鬼山州の服部戦争だ。お前ら一つ言っとくがな、トイレだけは、トイレだけは誰にも奪わせねえぞ。トイレ俺の場所だ。誰も来るんじゃねえぞ。トイレに行けば殺せるんですね。いや、なるほどね。そういうことじゃねえ。はい、誰も来るってことだ。ということでよろしくお願い。ということでね、最後アタシンパチはどうしようか。はい。まあシンパチはいいね。シンパチは自己紹介いいね。うん。どうってだよ。しませんでしたっけ？まあ。一回したよ。うん。僕一回した。うん。はい。そうだっけ？というわけで今回ね。忘れてちゃってこのところ。普通に忘れただけだ。はい。というわけで今回は私がね、今回ここのね、アマース企画した音瀬です。よろしくねみんな。はい、ということでね、各支店の放送もこちらであるし、よかったらみんなね、土方とか、てか沖田と、あと近藤さんもやってるしね、やってます。坂本もやってるからね、よかったらみんなね、各支店に遊びに行って、いろんな支店楽しんでくれると嬉しいよ。そしてね、今回はね、鬼ごっこってやつもやりながら、ちゃんとね、通常ルールの、アモンガースもやるし、鬼ごっこというねルールを用いてやってもやるしね、今回はいろんなね、アモンガスメルトのよかったらみんなよろしくね。ということでね、みんなよろしくお願いするよ。はい、よろしくよろしくされた。よろしくよろしく。さあ、というわけでね、早速だけどもうインポスターがもういるわけだからね、早速逃げないといけないわけだけど。誰だ。そうだね。このまま始める。そのまま始めるよ。怖い怖い怖い。じゃあ解散ということで、じゃあ10秒ぐらい解散しようかね。おい、じゃあバーバーちょっと待ってくれ。何何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 だって銀時。最初は何やんだっけ。普通に普通にやるんだよ。普通か普通にやんだね。そうだよ。普通か。じゃあ行くよ。さあ解散。
鬼ごっこということでいいんですか。いや最初は普通にやるんだよ。あ最初は普通に。そうだよ。いやー怖いよー、これ誰がインポスターか私わかんないからね。お、じゃあバッサン早速。嘘だろ。あ、いきなりいきなりいきなりおいおいおい何やってんだおい。いきなりかい、あんたいきなりサボタージュかい。いや怖いね。あら、ざわざわしてんの面白い。ズラ、あんたインポスターじゃないだろうね。ズラじゃない、クルーメイト。クルーメイト。あ、やってるやってる。ズラじゃない、クルーメイト。やっぱこれババと一緒にいないとあれだよな。ああ、早い。早い。あ、死んでる。そうか。かわしい。そうろ。見ちゃった、見ちゃった。わし見ちゃったもんねー。何を見たんだ。何を見たんだ。ちょマップどこじゃこれ。何頭おかしくなったの、お前。違う、違う、どこで見た？エンジンルーム。エンジンルームね。エンジンルームの入り口らへんに、すぐ下地が転がってたの。そんで、死体を見つける直前に、白い服のおまわりさんが、あれ？わし通りかかったんじゃが、それはさすがに私ですか。いや、わかんないよ、やった？いいえ。というか、死体見てません、私。あれ おかしいの、わし、ちょうど上の方に行こうとしたら、エンジンルームの入り口に死体が落ちてたんじゃ。あんたあれじゃない、私は上から来ました。え、あれじゃないのかい、あんた、酔っぱ、あんた、船酔いして、幻覚でも見ちまったんじゃないのかい。おかしい、なんで私なんでわしの方が立場こんな低い。まあ、私の方が、いうやつですね、あれだろ、え、仕方ねえだろ。なんで？じゃあわしが見つけたんじゃこの死体を、エンジンルームのところだな。お前が見つけたのが不幸の始まりだ。なんで？勝つな、待てよ待て待て。とりあえずあれだ。とりあえず打ち合わせ通り、まずはゴリラ釣るんだろ。なんでだよ。あ、そうだそうだ。なんでだよ。それはそれに関しては合ってる。いや、私でもね、私はね、とか言うちゃあかん。私は多分先手必勝ってことで土方が殺したと思うよ。それはなるほど。さすがに、さすがに殺さないからな、さすがに。さすがに。近藤さんが怪しんでるか。いやいや、俺はずっとお互いさんつけてるからな。そこの土方。やった。やられる前にやるって言葉あるものね。そうだよ。いや、確かにあるが、相互そんなに思ったことは。いや、もしかして、おまん。心の何かがあるのか。やった。やってしまったこれ。やってんな。やったな。正直に言った方がいいぜ。これやったな。今ならお前もう一つで。俺はやってねえからな。とりあえず、とりあえず犯人を、あ、ダズラが入れてるよもう。なんでだよ。一言も発せねえのに。カツラカツラ。組は人殺し集団だからな。待て待て。手抜かれた。それはその通り。じゃあ。私らの上位獅子の敵じゃ。周りは。近藤さん、待て、あんたは俺の味方だよな。うわ、もちろんだ。自分の敵に入れればいいんだよな。そう、そういうことだな。これ、敵に入れれば、俺はそれ、勝つらだな。そうだね。そうだな。誰だろう。さあ、これ、おのおのが誰に入れてるか、楽しみだね。わかる、わかる、設定になってるのかな。あ、予定は大事だからな。あ、惜しい。惜しい。あ、俺にも入ってる。入ったな、今の。ひどい。かわいそう。いや、たつまずひどいね、今のはね。ちょっと、わしびっくりしたわ。わし、あれだけ発言力ないんだな。え、本当にあんた死体、あんた殺した人見たのかい？あったあった。あら、わしエンジンルームで見たぞ。あ、ちょ。あら、妨害入ってるよ。どうせさんだろ。私は殺。私あんたらで殺さないよ、汚いね。いや、やめろ。何がやめ、近づくよ。私に近づな。近づくよ。やめろ。助かんだ、私ここに。いや、僕と同じところに来るんじゃない。いやいやいや、たまたま一緒だから。ほら、たまたま一緒なのよ。ちょっと待って。どこだ。今のめちゃくちゃ面白かったよ、私。え、また閉じた？閉じたね。もしかして やだ、二人っきりかあんたと。もしかして、なんだよ。あ、ちょ、やるだろお前、絶対やるな。
やるならやるだろう。やめろ。何をする？ついてくよ。私はついてくよ。あのどなたか。ひどいね。あ、見失ったわ。あ、いたわ。あら、のぶめじゃないかい。ちょっとわしについてくんのやめてくれない？何やってるんですか、あなたたちは。いや、怪しいから、怪しいんだよ、このグラさんが。あれ？あ、俺全然助けられないんだけど。ギーさん、ギーさん。あ、心配してくれよ。よろしやが。主人公。あれ？ちょっと待って、やっぱり心配つくんか。あれ、ちょっと、このアニメ、主人公いなくなる。人気キャラが死んでくのか、これは。人気キャラが死んでくのか。いや。そうだね。次回から何玉ですか？いや、それは始まるな。カツラ玉だな。ズラ玉。赤玉だな、これは。赤玉。赤玉ってなんだい？え、これは、え、で、キューちゃん、どこで見たんだい？ずっとなんかしないけどゴリラに追いかけられたんです。いやいや、たまたま同じとこ歩いてただけだって。なんかしないけどずっとなんかポップしてからずっと後ろをついてきて。気持ち悪くて。近藤さん、よくないですよ。違う、たまたま同じとこだったの。いや、メインホールからずっと、あのシャワー室通って、アーカイブ通って、ラウンジ通って、貨物室通ってずっとこいつ一緒だったんですよ。近藤さん、残念です。あなたはストーカーでも一途だと思う。違う、本当に。ちなみにくれよ、俺は無実だよ。わしも怪しい人一人いるんじゃが。誰だ、あの、ちなみに、あの死体の場所は後の方がいいのか。あ、死体の場所どこだい。死体の場所聞きましょう。死体、ね、そう、死体の場所は、うん、診察室でバイタルを見ようと思って入ったら、電気室の、電気室の入り口で、そう、電気室と診察室の狭間ぐらいのところで、誰が死んだ。まあ銀時が死んでたんだ。銀時が死んでた。ちょっといいか。何だい。あのね、今ズラと一緒に喋ってたんだけど、ズラじゃない。多分ね、ダメガネ君がね、キッチンで死んでんだ。そうなのか。キッチンに最後いたものはいないか。私は行ってないよ。残念ながらゴリラの証明しなきゃいけない。いや、俺はずっと逃げてた人いるよ。誰が逃げてたんだい。あのね、キッチンからセキュリティに、キッチンに2ついてたのが1になって、その後セキュリティにさらに1ついたんですよ。誰か弁当移動してるね、これはね。いや、弁当じゃなくて、そのまま移動してる。そのまま移動してるの。だと思う。そう。ほら、通信障害一回なったのが覚えてる？みんな。あったね。なったな。あった。あの時に、多分ズラが直したのかな、あれ。そうだ。あ、ズラじゃない、カツラ。認めたら進まないんだよ。お前ずらへんばってんだ。カツラが直してくれて、俺キッチンで新八くん置いてそっちの方行ったのよ。でコックピットでちょっとあのエヴァだねみたいな話をしてて、エヴァだね、エヴァだね。今日からおかしいからってよ。今日からアマプラで公開。まあまあ残り10秒だから20秒だからどうする。キッチンでずっと動かないから死んでるっつって見に行こうとしたと思う。あ、なるほど。時間ないからとりあえず怪しい人。分かった。それでいいのか。黄色かな。私はもう。いや、ちょっと見た目が臭そうなやつで。じゃあ私も臭いやつで。怖いって。僕は死にましぇ。かわいそうに。わあ、綺麗な花火じゃ。私にもあったよ。いや、またあんたとか言って。ちょっと、もうやめてくれない？わしについてくるの。いや、あんたが勝手についてきてんだろうが。いや、もう、さ。やめな、ほんともう。いやー、困ったもんだね。いやー、ほんと、誰かに。ほんと、おお、なんだ、どうしたんだ、どうしたんだ。どうしました。あ、さっきお前らもっと真面目に議論せんか。お腹にアマントがいるんだぞ。アマントがいる。確かにそうだね。アマントがいるんだ。俺たちに化けたアマントがいるんだ。確かにそうだね。わしらに化けたアマント。ちなみに落とせに聞くが、今回アマントは何人だ。2人だよ。2人か。まだあれでも釣られたか釣られたか分かんないよな。そうなんだよね。あ、じゃあまだまだ余裕ある。あの前のやつ違うのか。まだ余裕ある。あの、じゃあ、あの、さっき、わしが一番最初に何もないです。一番最初にあんたが見た白い服なんだよね。見ました。白い服の人をちょっと怪しまない。いいですか、皆さん。なんだい。確かに私はすれ違いましたが、私は彼の言っているようにすれ違いはしましたが、はい。
違う方向から来てますので、私は死体を見ていません、そもそも。なるほど。なるほどね。まあじゃあグレーゾーンで。これ下から見えなかったとかじゃないんだよな。うん、そういや白っていやもう一人白いるけどそっちは白いもう一人、うん、なあそうだよノブタスもいるからねポンデリングの捨てる方ではないのかいや頭にポンデリングがくっついてなかったでなかったなるほど、うん、ノブメさんは私と基本的に一緒にいますが特に怪しいことはありませんでしたそうだね常に一緒にいるからね初手はノブポンデリングいなかったの、うんうん、さっき俺のトイレに来たんだよこいつ俺のトイレに行くからなマジで確かに確かに、うん、こいつはずっとトイレにいたトイレからまた見えてないからなタスクもやってねえからなタスクはやりなタスクはやれタスクはやれタスクはやりなあんた自害やばいちなみにさっきのはなセキュリティがどうのってやつはうんまあセキュリティが多分エンジンの方に抜けてると思うんだよねなるほどじゃあまあでも近10秒で見合ってる人がいればちょっとあれだね次はなんか各々の行動を注視してちょっと見てみた方がいいかもしれないねわかりました、うん、オッケーとりあえずあれだな、うん、最初にバーさんはあれだもんな俺とかと一緒にシャワーアーカイブって回ってったもんな回ってたねでなんか私は常になんだいこのお登勢さんちょっと黒いよ何が黒いんだ何が黒いんだ何が黒いんだまあ色は黒まあ熟女ですからしかないよねいやどこが黒いんだほんと見たのかよ、ね、おいおい、タツマ、私の何がない中身も見た目も黒いけど、そういう黒じゃないんじゃ。なんだよ。シャワールームにいた時の、うん、こいつわしに、いや、私、ずっとあなたについていくよって、脅されてるんだ。そらこよな。それは恐ろしい。やめな。これで私を釣るっていうのに卑怯だよ。やらない。やめな。この終わりかと思ったわし。まあ、とりあえずちょっとスキップする。私はスキップ入れるよ。じゃあ私もはーいじゃあ成仏ってやるの成仏って成仏おちょっと誰入れてるのおかしいことすんじゃないあんたほんとやだねほんとやだねほんとねあ私次一人あらイサブローじゃないのおやお父さんあらこんばんは。私ハンバーガー作れって言われてんだよ。ハンバーガーですか。そうだ、ね。なってますよ。なってるけど、なってるけどこれ終わらすんだよ私は。頑張ってください。ありがとうね。終わったわ。本当だ。タスクなってるね。いやー、どうだいリスナーさん。楽しんでるかいこれ。終わった。あらトイレから出てきたのかやった。タスクしろって言われたの。タスクでやらなきゃ。うん、また戻るけど。戻るなあんた。あら、おたえちゃんどうだい楽しんでんのかい。いやーもう全然終わらないですタスクが。まあいいよタスクなんでも。あとでも。あらズラ。タスクも終わるよ。ズラも終わんのか早いね。あと2つぐらい。早いね。私も頑張って終わらせないと。でもまあゴリラがいないだけ楽ですかね。ひどいこと言うな。おたえちゃんひどいこと言うな。みんな楽しんでるならよかったよ。うん。いやよかったリスナーさん方。ブラリーダー落とせ。あたしだよ。読んだかい。ちょっと声を出さないと。声出さないとなんだい。あったあった。誰だろう。いや誰だろうね犯人。誰だろうね。全く見当つかないね今回に関しては広いからまあ達馬の言うことで、ま、ちょっと待って誰今わし面白いの見ちゃった何を見たんだよ何見たんだよしたい場所はまた一緒なんじゃけど、うん、エンジンルームなんだけど、うん、クスクス笑いながら、うんコックピットに移動してるやつがおったんじゃ誰ですか誰ですかずっとなんか笑いながらかぐらちゃんがエンジンルーム下を通り過ぎてコックピットに移動してるんじゃ怖いぞ怖いですねそれはどういうことじゃかぐらちゃん分かんないかぐらちゃんやっちゃったのかチャイナ娘あんた何を指示かしたんだよほんとなんか癖なと思って通り過ぎたある
誰が臭かった？誰誰？え、何？え、カムラちゃん、知ってあったけど、あったけど。待って、あったけど。臭かったから。今、臭いって認めたよね。通り過ぎてみた。なるほど。通り過ぎてみたんじゃんか。あ、なんか、歌ってみたみたいな感じの。なるほど。流行りの YouTuber。待って、なんでなるほどなのこれ。そっか、やってみたかったのね、カムラちゃん。やってみたかった。待って待って待って、なんでそれで通るの？あ、違うよ。イサブロのところどうなんですか。そうだよ、イサブロの意見を。本当に違います。本当に違います。え、じゃあ本当に違うのか。うん。クラちゃんが先に誰か見たとかはないの。そうだよ、なんか誰か人見た。ないな。私途中まで一緒にいたの。せめてそこはわしのこと疑って。となるとですね。そこはせめてわしのこと疑って。なん。薩摩さんが私は怪しく見えてきましたね。地下にうるさいし、まあ、先ほどから都合がいいというか、まあ私もでもね、正直うるさい人かばうわけじゃないけど、まあ私何回か薩摩と一緒になったけど、私を殺そうとはしなかったよ。僕も一緒になったけど、うんうん、一緒になった時、うん、魔導がいたな。なるほど。でもその時、うん、先殿いたね。いたの。あの後あだよね。あの後じゃん。もうこれ坂本さんの自作自演なんじゃない？待って、自作自演。わしさっきからさ、ちょっとわしの言葉なんか弱くない？ずらずら言いたいことあるのかい？なんかアマントに寝返ったか、タツマ。ずらおかしい。そうかも。わしら上位志士で同じチームじゃったやろうが。でも現にあんただったら銀時殺してもおかしくないんだよ。地下に。いや、じゃ、おかしくない？ちゃん返してよ。やっちゃった。え、たな、これ。さあ、違う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 。なんで？として俺がお前を葬る。なんで？ずらー、もう一向に佐々木殿に入らないやつ、これ。おかしい、このゲーム、わし正直に言ってる、ずっと。なんで？ちょっと待って、おかしい。上司は上司で肩をつける。ずらアディオス。アディオスで。ああ、辰馬が死んじまったよ。いや、辰馬死んじまったね。ですよね。悲しいもんだよ。あ、音瀬さんがいる。あら、おたえちゃん。私、一回も辰馬さんに会ってないんですよね、まだこの船の中で。私は会ったよ。本当ですか、うん、あ、こっち行けないわ。いや、みんな各視点よかったら見てちょうだいね。今んとこ起きたと、土方と近藤と、いや、新選組全滅してるじゃないか。今気づいたけど、新選組が全滅してるじゃないかいね。そう、ねえ。新選組が見事に全滅してるんよ。あら、暗くなっちまったよ。これ死人グループどんな会話してんだろうね、逆に気になるけど、うん、ね、死人グループがどんな会話してるのか逆に気になるけどね。BGM つけた方がいいか、銀玉の。あ、ひないらっしゃい。そう、死人同士で喋れるんよ、このベタークルリンクっていうのは。あとインポスターを阻害できるんよ、うん。そうそう、面白いよね。私もちょっとこの配信やってよかったなって思うわよ。思うんだけどね。タヌキロもいらっし、いや、誰とも出会わないね、これ。逆に誰とも出会わないね。ね、ここまで誰とも出会わないの珍しいね。私カード苦手。ハイカラなのが苦手なんだよ。すごくね、ハイカラなのが苦手なんだよ。あ、あら、カグラ。来ないの。あくそーって。くそーって。ブラが。え、ちょっと、誰あれ、私殺されたよ。二人ともし、しかも二人。え、ちょっと待って、ヤマントが殺したね、ヤマントが。もう多数決でさっきから殺されてるだけなんて言えよ。確かにそうだ。右の扉の前で、おとしさんが死んでたよ。右の扉？
右の扉。圧倒的に上がってるの扉の前だった。右の扉。はい。いや、手で折ったらずっと笑ってるよ、この人。本当だよ。あの神楽じゃん。さっき、さっき、そうだね。結構、それでもできるのないかもしれない。キッチンあたりでいたんだよな。さあ、ここで。ずっと手で折ってたからね。ここで真面目に釣らないとダメだよ。マジでうっせえなって思ってるよね。例えば、上から来たよな。超面白かった。アーカイブの方から来たよな。いつの話ですか、これ。これもう一人誰なんだろうね。ついさっきから来ました。だから神楽と伊三郎何も見てません。伊三郎と神楽と伊三郎が全部あったね。怪しいから、そろ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 投票した方がいいんじゃないか。こいつ神楽がいたから釣らなかったが、確かに。いや、神楽のパワープレイがすごいね。まあいいですよ、私は知っている。神楽伊三郎どっちか行かないともダメなんだよな。それが皆さんのためになるならば。どうしようどうしよう。ただ一つ問題点があるとすれば、ノブタスがいるんだよ、ここ。そう、私、いや、伊三郎さん、私全然あの扉の鍵開けられなくてもずっと後ろに行ったから殺す気配もなく、だから私は結構安心してたんですけど。はいはいはい、回線映ってるな。姉ちゃんが言うんだったら。そうだね。できないよ。なんかもしあそこでね、やられてたら。なんでカグラちゃんと伊三郎がここまで休まれないのか。逆に、タツマかわいそうだなと思って。カグラ確かに。いや、一番かわいそうだろ。でも今回最後同じ上位に殺されてるからね。そうだね。結局でもカツラも殺されてるし。新選組序盤で3人。カグラちゃんの話。そうそうそう。ボデキとおかしいんだよな。言ってた。その辺りで死んでる。昇降機の時に終わった後に、あれちょっと待って。あれこれ結構ついさっきの死んだの。あ、意外、あのね、そもそもさっきステイ減らすわ。減らすわ。ついさっきだったらカブラちゃん来たぞ。減らすぞ。減らす減らす。いたかな、覚えてないな。だってブレーカーの時来たじゃないか。カブラちゃん。これはどうしたの、クイちゃん。急にどうしたカブラちゃん。あったじゃないか、さっき。でも、私が、さっきあったじゃん。私が言いそうだったら、さっきみんな殺してやるよ。なんでそんなに話をしたの。さっきあった、さっきあったじゃん。え、さっきあの、あったじゃん。キュウちゃんがパニック。どんだけ面白いことが利用されてないってこと。あ、カグラ死んだ、カグラ死んだ。カグラ死んだ、カグラ死んだよ。オッケーオッケー。カグラ死んだね。よかったよかった。よかったよかった。よかったよかった。いや、ちょっと多かったね。私もね、一番最初の、ここでズラ死んだのか、やんた。ここで死んだよ。誰かどうして死んでるだろうと思って、バイタル見ようとしたら。ああ、殺されたよ。エリザベスが残ってるよ、寂しく。エリザベス。すまない。お前を置いていくことになってしまった。さあ、ここから一人になったエリートがどうするかだね、完全に。あと3キル通さないといけないからな。全然タスク勝ちいけるでしょ。タスク勝ちいけるね、これ。私たちが頑張れば。あれ上、おい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 、お前誰だ。いや、俺は殺害現場を見てしまった。どちら、これはもうシャワー室の前のあるかな。ゲームが落ちた。ちょっとあの、おとやさん殺された悲しみで。ちなみに、あの、最後の、ちなみにあの、最後のインポスターが。タイちゃんのミュート。あ、これ全員落ちたのか。そうだね。タイちゃんのミュート外して。そうだね。全員落ちたのだね。誰が犯人だったんだ、これ。最後の一人誰だったの。多分イサブロだろうけど。ちょっと、はったよ。
最後にタイちゃんがこれ、これあのね、北米で多分建てた方が、あ、なるほど、いいと思う。なんかアジアよく途中で落ちるイメージがあるから。オッケーオッケー、途中で落ちたの、もったいなかったな、途中で落ちたの、もったいなかったな。いや、いいところまで行ったのに、いいところまで行ったんだけど、タイちゃんは誰がやったのっていうか、あれでダイヤクリア一人釣れたら面白すぎるだろ。一人誰釣れたんですか。あんだけめちゃくちゃ、え、カグラ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 とイサブロだったのかな。あ、まあイサブロ、これで、こっち、タイちゃん食べたの？食べちゃいました。うん、あのさ、少しぐらいはわしのことは聞いてくれない？最終的には聞こうとしたじゃないか。うん、じゃあタスクちょっと減らすね。お願いします。はい。バンさん、バンさん悪いよさ。足ちょっとだけ早くしてくんね。わかったよ。そう、あ、そう、足 1.25 倍。わかった、わかった。最後にタイちゃんに会えたのに、何殺してんの、お前。残念だ。で、あとインポスターも多分3にした方が、そうだね、面白さあるね。オッケーオッケー、うん、時間かかると了解よ。めちゃくちゃふざけないと多分インポスター勝てない。ちょっと苦しかったですよ。よく頑張った、よく頑張った。だってね、あの、おいふざけるなーって俺ボタン押した時点でね、10人だったから。まだどうする、匿名投票消すか、1回いい。誰が入れたかが面白いと思うからね。なるほど、それ逆にね、このメンツだからいいんじゃない、逆に。そうだね。部屋どれですか。あ、部屋、私が最後にした MBU のやつ。MBU のやつ。うん。何？さあ、もう一回みんな、殺されたからさ、もう一回みんな入ってちょうだい。なんかゆっくりもののけ姫見れたよ。何見てんの？あれがキッズか、なんか。おめたいの。癖が強いね。あれ、なんでだろう、入れない。だから、せめてグラグラ言わしの味方になって。給料未払いだから俺のこと殺したの。味方の身内の不祥事は身内がケリをつけるものだろ。一回起動し直しておいて。そうだそうだ、おかしい、全部正直。あの、みんな北米に切り替えてね、北米に。北米え、っていうかいる時点で北米なんじゃねえのこれ。いる時点で北米に変えたんだから。いない人多分、あの、ババアが書いてるのが地図のところチャットだから。あ、そうだ、ごめんサーバーしっかりしろ。なんつーとこいな、あえず2人かアジアを北米に変えて。はい、これで入れるはずだよ。入ってないのかがわからない。あとあれだね、おたえ、あと志村兄弟いる、弟と、たえちゃんはいる、たえちゃんもいる、弟と、あと誰だ、あとは誰じゃん、あとゴリラだ、ゴリラだよ、ゴリラ。バチ君がいないじゃない、入れた、バチとゴリラ、新バチ、ゴリラは別にどうでもいいかな。いや、どうでもいいとか言うなよ。どうでもよくないぞ、ちょっとちょっと、いや、ちょっとそうですね、次はもうちょっと長く生き残りてえな。そうだな、そうですよね。いや、それで言うならうちの相互速攻殺されたんだが。いや、俺もだぞお前。俺もだ。いや、うちらちょっと信用なさすぎだろ。そうだ、信用をそんなにねえのか。俺が知らないんだよ、締まりと教えてやろう。さあ、あとズラの発言何言ったか全然聞こえねえんだけど今かぶ。死なない立ち回りというのを俺が教えてやろう、ジントキ。これマジかよ。来てないんじゃない。ズラコーチングしてくれるのか、俺に。あとは、あと新八くんだよ、新八くん。ダメなにくんだね。あ、行けました。お前キャラしか残ってなかったの。行け。呼吸を教えてよ。行けたね。マジで。あと新八だけなんだけど。呼吸はいいから音量抑えてくんね、タツマくん。さっき最後怖かった。呼吸を教えちゃる。吐きの仕方じゃ。僕が電気つけに行ったばっかりに。死んだ瞬間、いろんな声が聞こえてきた。じゃあ、行くよ、行くよ、みんな。ルール変更者から開始するよ。はい、三手。アマントは3人いるんですね。アマントは3人だよ、アマントは3人。3人だよ、3人。なんか多いな。ちゃんとだから、3人でも15人村はかなり無理ゲーだからな。さて、行くかね。いやー、あら、全蔵じゃないかい。邪魔すんじゃねえぞ、邪魔すんじゃねえぞ。釣れションはまずいだろ、釣れ。しないよ、しないよ。まずいだろ。あら、イサブロ。お父さん。こんばんはだよ。こんばんは。
エリートしてますか。エリートエリートってなんだい。おとし。いやもう仕事させて。もうなんだいなんだいなんだい。はいはいはい。みんな死んでないよ。死んでないよ。おずらユーカットじゃねえかこれ。そうだ。あれ。あなるほど。エアシップは最初10秒がキルクールタイムだからな。そうだね。なるほど。さすがズラコーチだな。キルクールを野球部早くないということだ。スキップを押しただけなんだ。今とは。じゃあ、大丈夫か。スキップをしてほしい。各自仕事場に戻る。待って、社長かい。もう死んだら放送だめぞ。ズラ、ズラあんたら。仕事場に戻る。なんかズラが。俺はゴリラに投票するぜ。なんでだよ。そういうこともできたのか。違うよ。みんなスキップだからね、ここは。しちゃったじゃないか。私も押しちまったよ。最初はスキップで行きましょう。最初はスキップだ。ホームレスさんどうしました？大丈夫？まだ大丈夫？スキップでいいよ。スキップじゃん。すまないね。これだ。取れたかもう終わったんで。取れたかみんな大丈夫？大丈夫だよ。ほら。これで喋っとかないともうみんなね、ほら死んだら。そうです。まあ死んだら確かに。そうだよ。一番最初に死んだ身としてはめちゃくちゃつまらなかった。そうだろうな。まあそうだよな。死んだらクソゲー。そこはお互い気を使っていこうじゃないかい。ぼっちの時間がもうすごかった。これあれか、ある程度固まってねえと殺されちまうもんな。そういう可能性あるからね。バラバラと死んじまうからね。まあそうだよな、カグラねえ。さあさあそうだよね、カグラちゃん。さあさあ行こうじゃないか。なかったもののけ姫見てて。なあ、1票入ってる。2票入ってるぞ。俺殺されまあまあまず最初は誰も死なないからね、うん、まず最初はそういうもんさ。あらこんばんは。こんばんは。さて行こうか。やっぱこの広いね、やっぱここね、うん、いやーまあでもほんとね、こうやってみんなに集まってきてもらってね、15人も集まってほんとに良かったよ、嬉しかったよ。すごい。大丈夫かい、あんた。多分。あれ？あ、ゲイ。あら、よかった。よくやったよ。来たー。一応、お。あら、あれ？落とせさんだ。よく、こんばんはだよ。あれ？何もないよ。みんなとすれ違ったから挨拶しただけだよ。あつらー。土方さんを見てねんで、どこ行ったんだろう。土方どこだろうね。あら。ウルズチンポ侍だ。みんな集まってるね。これをかぶせて、お、眼帯だ。あべあべ。お、これ海賊王じゃないか。何の会話しんね。向こう行かなきゃいけないのか。あら、また出会ったね、伊三郎さん。お父さん。なんだい。私を殺すなら今ですよ。はい。今でもイサブ誰か死んでないかい。誰か死んでないかい。あ、イサブロさん。サブロさん。どこで死んでたんだ。あ、誰もわかんない。いや、私はあのボタン押したからわかんないよ。てことは、お父さんもしかして何だい。隠蔽工作した。私が隠蔽工作、何を言ってんだい。まあ確かに。見た目も中身もアマントっぽいもの。アマントっぽいってなんだ。あんた私を一つ見てくれよ、ほんと。確かに。さっき金庫室で伊三郎さん見たぞ。いたな、いたな。これは真面目に議論していいのか。桂と一緒に。もういいよ、真面目に議論していいんだよ。なるほど。真面目に議論してるとちょっと怪しいよね。私が怪しい。やだね、あたですね。どうせこんな年寄りなんだい。伊三郎はね、金庫で。ました最後、最後の方、最後の方っていうかラスト10秒ぐらいかな。で、おそらく音瀬がミーティング金庫に近藤を置いた状態で、俺は宿舎エンジンメインエレキに下がるところまで移動している。でそこの間で伊三郎の死体は見ていない。で金庫にはおそらくいない。で、可能性があるとすると、ミーティング奥で音瀬が切っているか、エンジンから左もしくはメインからシャワーの方に抜けているかのこの3択と考えられる。もうシャワーは結構人いたけど何もなかった。でもシャワーで見せないとなかったです。とりあえずこの話し合いでは、うん、
落とせさんがグレーっていう話でいいんじゃないか。やだね、私がグレーだね。こんな年寄り、こんな年寄りいじめてどうすんだよ、あんた。僕あの金庫室で重なってしまったぞ。どうなの、だから、まあ証拠がないからグレー出せんの落とせさんしかいないんじゃ。許せ。ちなみに、まあ、とりあえずなんだ、あれだな、真面目に言うんだったら確かに、うん、あの伊三郎さん最初キッチンにいたんだよ、うんうん、キッチンでなんかパンパン言ってて、うん、パンパン何をしてたの、パン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 言ってて、何をしてたんですか、それは何をしとった、いやなんかわかんないけどパンパン言ってて、うん、パンだから、うわパンバーガーじゃで、武器庫の方から多分エンジンの方に抜けてったから、うん、パンパン本当に金庫の方とかにいたっていうのは間違いないだろうね、ああね、で最後の方にノブメ殿がエンジンから左に行くところを見ているが、伊三郎殿は見かけていないか。見てないわね。私最初武器庫にいたわ。しかチャイナ娘は貨物室にいたのを見てました。シャワーに人が多いっていうと、シャワーに人が多かったっていうところを見ると、ミーティングで落とせが切っているか、うん、左側でノブメ殿あたりが切っているか。うん、私は下克上を押すよ。どういうことですか。とりあえずじゃあ僕はさっき入れられなかったから僕はこの人に入れるね。多分その人でしょうね、キューちゃん。やっぱこうなるんじゃねえの、じゃあ。じゃあ私もその人に。あーなんだ俺、あーよかった、ちゃんと入れねえと事故が。いやー、たのこれ一番最初死んだ人が暇だからね、困ったもんだよ。さて行くかね。トシは誰が怪しいと思う。そうだな、クソババアも怪しいと思うんだけど、いや俺も落とせさん怪しいと思うんだよな。やめな、年寄り疑うのやめな。アマントっぽい顔してるからな。誰がアマントだ。アマントだな。やめな、私アマントじゃないよ。やめな、やめな、ほんと今二人いるから殺せんべえだろ。これで殺したらもう即通報だからな。そうだな、そんなヘマ私はしないよ。今回でもそこにいるのか。あちゃん、これどうやってあー、ありがとうございます。やだ、怖いよ。姉子が死んでる、姉子が死んでる。あら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 、あらあら、あら、あれ、なんでだよ、大谷さん。なんでだよ。志村太郎の遺体をメインホール右上の会えねえんだな、女性の配線で発見したぞ。移動早いな、さすが。ちなみにさ、今、うん、よろずのジョーちゃんがさ、うん、診察室で見てたんだけど、あれ今死んだの？今赤色になってたから、私シャワー室で姉子と一緒にいて最初。うん、で、これキューちゃんが来て、あとズラもまあすり抜けていたくらいだったんだけど、キューちゃん来たからいっかと思って下行って、診察室行ったら死んでた。あったら死ぬじゃねえか。え？ってことはさ、それキューちゃんが食ったんじゃね？なんで？食べたいんだな。食べたんだ。食べたい。そうなのか。確かに食べたいとかな。え、キューちゃんちなみにお父さんに会えたの？だからそれはカグラちゃんがさっき言っただろう。お、見た。あったらすぐ死んだってことか。死んでんだ、まあ、その後に僕もタスクをしなきゃいけないから。うん。あんだけ長く話してると怒られる。キューちゃんいねえ、あれおたえさんいねえ、おたえさんいねえって言ってたのに。だってそんな長くいたらだって怪しまれちゃうじゃん。タイちゃんに嫌われちゃうだろお前。ああ、まあ愛が足りないな。あ？あ。ちょっと愛の方向性が違う気がするんだ。これはね、どうなんだろうな。僕は、うん、僕はこのゴリラに登場する。どうすんだこれ。気持ち悪い。一応3人いるからね。愛は足りてる。そうだ、そろそろ僕の愛は足りてる。一人。そろそろ一人やらないと。愛にも。ちょっと怪しい方いる。真面目にキューベ怪しいんじゃねえのかこれ。ごめん。なんでだよ。じゃあキューベもな。私は多分ね、よろずのジョーちゃんマジで今見てへっへっへっつってこう。ああ。なんでだよ。寝るんだ。あんなことやらなかった。やだやだよ。だ
あら長谷川さん。キューベはだ多分大丈夫だと思うんだよな。いやー今ねよろずの嬢ちゃんがマジでリアルな驚き方してたからね。これ大変だね長谷川さん。私も助かるから。どっちからこれ、どっちから？何？こっちがわからないんだけど。何？あ、こっちか。どこだやんだ。あ、終わった、終わった。やなことするね、ほんともう。いやだね、ほんと、うん、困ったもんだね。おとせさんは見え？言い出しっぺっすよ、言い出しっぺ。のぶとす、やめてよ。のぶとす、やめてよ。はい、お願いします。なおーおーよ、こんばんは。新八くん、これインポ聞こえてた。お、あら、こんばんは。あんたがここにいますよ。何をだい？あれ、あんたが。私はそんなことするわけないだろ。ここあれ、忙しいぞ。あ、コートさん。やめな、ちょっと私を書くことやめな。どうせさんだ。何、何？お父さんだ。何、私だよ。どこに入ってる？僕普通に動いてますよ。私だよ。あれ？あれ？なんで新八くんの声わし聞こえてくるの？メガネのあれ？てか新八くんの声がなんでダメガネの声がするの？私の脳内に入ってくる。なんで気のせいか俺の脳内にも入ってくるんだよ。なんだ、なんで新八くんの声が聞こえるの？あいつは死ぬか。あれ新八ミュートになってんじゃん。どういうことなのこれ？本当飲んでて。お前お前神になったのか。あいつやべえな。私もわかんないんだよ。脳内にやつが喋りかけてくる。怖い。てか、なんであんたたち私を囲んでんだい。なんとなく。なんとなく？やだ、私逃げるよ。ちょっとね、あれだ、通信おかしくなってるから、更新してくれ。おーっと、いっぱいいるな。あ、うわ、まだ電気。やろうか。あ、やばい、固まるな。やべやべ、やべ、固まるな。やっぱそうじゃ、やっぱそうじゃ。やっぱそうじゃ、これ。何？やっぱそうじゃん。さっきいたよね。さっき言ってやれ言ってやれ言ってやれ。やっぱこのアマントは本物のアマントじゃ。誰なんだ。いやだ、チャイナ娘かい。アマントじゃ。まだチャイナ娘だ。いや、またチャイナ娘かい、あんた。じゃあ、音瀬さん出たままだった。なんだ。日本のアマントは音瀬さんじゃ。いや、そんなことはない。さっき見張るって言ってたもんな、さっき。の。そうだな。そんなことはない。私はそんなことはしない。なんなら近くで土方さんも見とったもんな。そうだな。そうなのか。まずは辰馬殿の主張を聞こうじゃないか。辰馬のレポートだからな。わし、ちょっと裏で作戦会議しとって。ずるいな。わしちょっとお父さん見てくるから死んだらよろしくって言ってたん でその中のメンバーに実はさっきのまだ思いてそうなんだな、うん、でたまたま近くにいてその作戦会議長田土方くんがわしと一緒に行動しててそうだな。いや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 、逆に言えばこの3人がインポスターで私をはめてる可能性もあるじゃないかい。どの3人だ、どの三人だ。土方、坂本、マダオだよ。マダオ死んでんじゃねえ。マダオ死んでんじゃん。何言ってんの。今のボケツを持ったな。そのボケツなんだ、クソババ。本当にボケちまったんだな、ババ。そんなことした方がいいんじゃないか。今の白状だな、今の。いやいや、私は知らないよ。私はそんなことしない。私は年取ったんだ。ヘマは死ねえとか言ったな。なんだい。俺たちの前で、こんなヘマは死ねえとか。言ってたな。年寄りいじりをするのかよ、あんたたち。いやー、これは怪しいなぁ。このゲームに参加してる時点で、年寄りも若いも関係ねえんだよ、ババ。年齢なんて関係ねえんだよ、ババ。カスケル殿は、イサブロを切るの容疑もかかっているからな。やだよ、ズラ。
やだよ、私は石田明が好きなんだよ。俺も入れるぜ。やめな。やだよ、私は死にたくないよ。まずは一人だな。このまま成仏してくれ。私は死にたくないんだよ。やめてくれ。まあ未来ある若者の礎になってくれや。ふざけんじゃないよ、あんたたち。若者さんに入ってんだけど、何おとせさん。はい。ね。じゃあ、まあ、釣れただろう、一人は。ほら。お。ほら。もういくらでもインポスターかまわしてやるよ。私はもう自由だからね。すまないね、長谷川さん、殺しちまって。いや、ばあさん、ばあさん、なんだ配信に向かってよ、つぶやくのいいけどよ、丸木くんの時は危ねえぜ、あれ。何が？電気室の奥でなんか、なんか、あれ、ありがてえな、みたいなこと言ってただろう。何？なんか言ってなかった？あ、え、コメント読んでただけだよ。あ、コメント読んでただけだ。そうだよ。なるほどね。いやでも考えてみ、いやでもね、いやもう暗くなって誰も見えないだろうなってとこで殺したみんな見てたわよ私。あれね、タイミングがね、そうタイミングがね難しいんだよね、ほんとね。うん、あとはね、お前は白なことじゃの、俺は白だ。さっきの一瞬見た通り俺は白だ。なんか、おい俺タスク終わったぞ、もう監視するぞ俺。確かに俺もうとっくにタスク終わってる。さすがだな、ズラ。ズラじゃない、カツラ。土方さんは、白か。いや、会話面白いね、これ、銀玉。あ、ちょっと、わしここやる。わし右。わし右ってなんで、わしって。早いから。あ、独り言言ってるよ。独り言言ってるよ、ここ、ほら。おー、ナイス。終わった。これ、タスク勝ちされる可能性もあるけどね。タイナムさん、お前、誰がアマントだと思う？でもわかんない。わかんない。お前、お前、俺も怖いからな。ずっくり言っちゃって、かい声、カツラって言ってる。ちょっと気づかたさ。我が、いや、エリザベス号が。おいおい、そっち行けねえじゃねえか。ちょっと返して、それ。ここすごい声聞こえる。いいだ、その船返して。面白いな。ありがとう。新八くん。よしよし。新八くん。ちょっとずらー殺せ、新八殺せ、今だ。ああ、行かれた。よし。ああ、持ってかれた。ここで白なのにみんな疑心暗鬼だよ。お姉さんも食べただろ、もう。あら、なんだい。おねえよ。おわ、ナイス。キュちゃん、探されてたみたいで。ナイスだ、総一郎くん。どう？ってことは、さっきお父さんは、お父さんは間違いなく。うん。アマンドだ。やっぱ、人を疑うことは良くないよ。いや、泥口が言うぞ。これ、新八くん、新八くん生きていける？俺も終わった。俺はあともう少しないかな、もう。新八くん。新八大丈夫かね、これ。新八くん。真っ先に殺されるぞ。新八くんね、操作がおぼつかなくて、ゆらゆらしてるんだよね、動きが。俺もその隣のトイレにこもりますわ。じゃあ、わし、トイレの前に立つ。みんなトイレ行くじゃねえか。新八くん回線ボタン見たの？何だよ、ズラそれ。今、気候じゃないんだって。何が分かったんだよ。まっすぐ歩けてない人みたいになってたから。早くトイレに行きたい。心配だわ、しんちゃん。まっすぐ歩けない人みたいになってた。いやー、まさかイサブロがあんだけ話しかけてくると思わなかったよ。なんで入ってんの、一票。それはすごい。なんだ俺、なんで俺入ってんの？これ、タスク勝ちだね、完全に。これ、完全にタスク勝ちだね。うん。いや、面白いね。あら、また長谷川さんじゃないかい。お、まだババだ。いやー、邪魔するよ。いやー、しかしあれだな、俺、しんちゃん大丈夫か、あれ。いやー、新八も無理だろう。ちょっとね、回線もちょっとやばそうなんだよな。なんでこれ、新八くんの声だけスケスケなんだけど、ずっと聞こえちゃう。新八くんの声がずっと聞こえるんだが。トイレがどうとか。トイレがどうとか。トイレにいるの、トイレ上？トイレ行くか、トイレ行くかね。いる？もしかしてトイレどこだっけ？トイレこっちか。ちょっと悪いわ。悪いのか。新八くんいなくない？新八くんどこにいるの？なんだこのトイレ。
あ、いいね。いいねじゃないよ。いいねじゃないよ。ずらあまり見れたものじゃないですね、これ。このイボカリーダー、イボカリーダーの個室のドア開けて楽しんでるんだろ、これ。なんだよ、これ。楽しすぎるだろ。お前、何見ますかねえの、お前。プライバシーのクソもないよ。本当だよ。面白いね。クソだけにな。誰もないこと言うと。ズラが一人でボケてて、これ紙やすりあるよ、完全に。これタスク勝ちあるよ、本当に。勝手が分かんないんだよ。なんだって？何これ、どっち？あんた何やってんだよ。こっちか。新橋の声だけ。めっちゃ聞こえてくるよ、楽しい。なんだろうね。面白すぎるよ。なんだろう、守ってよね。石方さんはこっちさ。しぼちくん全部丸聞こえるんだよ。丸聞こえなんだよ、しぼちくん。大丈夫かな。大丈夫かな。どういう現象なんですか。私は分からない。面白すぎる。おつや3人、届いましたね。お